正面で捉えようとすると腰が止まって腕だけでこう打つことになるの。ちょっと皆さんにお伝えしていきたい今日の、お話は、まあ、アイアンとドライバーで、うん、まあ、ラウンドを皆さん普段されてて、まあ、調子がいい時悪い時って結構あると思うんですよ。で両方調子いいとか悪いとかってなかなかマッチしないですよね。あのよくある話がなんか今日ドライバー良かったんですけどなんかアイアンが良くないですとかアイアン良かったのにドライバーがはちゃめちゃでみたいなよく聞くんですけど、でそれが何でかっていうところなんですね。まずドライバーとアイアンの時にアドレスを皆さん普段どう取ってるかっていうところがすごく重要なんですけど、ポイントはですね、このシャフトの傾け方が最初のアドレスの時、それがドライバーとアイアンでちょっと違います。まずアイアンの場合だと、まあ、これが体に対してシャフトがまっすぐだとするとグリップエンドが左の股関節を指すようにターゲット方向に傾くのがアイアンで、ドライバーに関してはですね、まあ、実際はティーアップされてますけど、どちらかというとこのまっすぐなポジションからやや右に振る、要は体の中心ぐらいを刺すっていうのがドライバーのこのシャフトの傾き。ドライバーの時で皆さんこうティーアップしててボールをよくなんか右から見てくださいみたいなお話されたことあると思うんですけど、そういう風に構えるとちょうど多分シャフトがそういう位置に来ると思いますし、アイアンはですねドライバーほど右にこう背骨を傾けることはあんまないので、そうすると自然に置いた状態だとよほどこう手が右に寄らない限りは手元、まあ、シャフトが左の股関節に来るようなイメージになるかなと思います。次はスイングする時の、まあ、インパクトの話なんですけど、ドライバーアイアンやっぱちょっとそれぞれインパクトのイメージが違うんですよね。そうするとアイアンとドライバーの少し打ち方の意識っていうのが大事になってきて、アイアンに関しては上半身下半身自体がかなりターゲット方向に回っていきます、向いてきます。なので皆さんのイメージよりかなり逆に言うと振り遅れるんじゃないかっていうぐらいの感覚で体を要するにターゲット方向に向いて出てくように打っていくっていう感じです。そうすると腰もある程度回ってきて胸自体もターゲット方向にこう回りながら行くので、自然にこうクラブヘッドが遅れてハンドファーストの形で、いい上半身を止めて正面で捉えようとすると腰が止まって腕だけでこう打つことになるので、アイアンがちょっと調子が悪い時っていうのは、まあ、ドライバーがいいっていうと思うんですけど、そういう時は結構ですね体が止まってアイアンを打ってるっていうケースが多いです。でドライバーに関しては少しアイアンと違ってですね、上半身の動きはアイアンに比べるとそんなに大きく回さなくてはいいです。これ回しすぎちゃうと振り遅れじゃないんですけど、クラブヘッドが開いてフェースが開いて当たりやすいので、どちらかというと下半身自体を大きく回して上半身はそこまで体を開いてくるっていう感じ、要はターゲット方向に回さなくても大丈夫です。ドライバーに関してはダウンスイングから右耳を少し地面方向にこう近づけるようなイメージで打っていくと体はそんなに開かないんですけど腰は回ってるっていう状態になってくるんで、はい、だからドライバーの方がどちらかというとインパクトの時にシャフトの傾きっていうのはターゲット方向にはもちろん寄るんですけど、アイアンほどですねこうターゲット方向にはこう寄っていくような打ち方にはならないっていうことです。体がターゲット方向に回れば回るほどこう手元っていうのは先行していくんですよ。でこれはアイアンの打ち方で、ドライバーに関しては、まあ、少し右から見て打つっていうのもあるので、そこまで手をこう先行させていくとフェースがこうだって開いちゃうので
そんなに先行させる必要がないんですけど、肩自体はこうある程度こう縦方向に回るようなイメージをしたいので、そうすると右耳とか右の頬でもいいんですけど、そこをちょっと地面方向に近づけるような感覚で、まあ、要するにあの右から見てインパクトするような感じになるんですけど、そういう風にあの打てると結構綺麗な状態で両方ともヒットできるなるので、少しアイアンとドライバーの構えもそうですし、スイングの意識っていうのを若干あの変えていただいて、ちょっとそこだけ意識して練習してみてください。